まだやり合っている、やり合っている。ゴール経過、ゴール経過、ゴールになりました、ゴールになりました。石岡選手、有川選手、加納選手、平井選手、野島選手、ゴール。あと1台、富塚選手ですね。富塚選手、ゴール。全者ゴールになります。有川選手が32周の5分5秒です。石岡選手が32周の6秒です。平井選手が31周の1秒、野島選手が31周の4秒、加納選手が30周の7秒ですね、2秒ですね。ただいま走られた方、ただいま走られた方、コースマーシャルお願いします。続きましてストッククラスになります。腰おかげさまで、少々時間をいただきます。お待ちください。さあ、先ほど走られたワールド GT クラス第3ヒートですね。コースマーシャルをお願いします。1番グリッド柳沢選手、2番グリッド藤原選手、3番グリッド石井選手、4番グリッド宗選手、4番、5番グリッド佐野選手ですね。いや
が柳沢選手がチームこたつファクトリーミニッツのスペシャリストですね。どんな走りを見せてくるんでしょうかね。そしてチューちゃんがどんな走りを見せてくるんでしょうかね。1番グリッド柳沢選手、2番グリッド藤原選手、3番グリッド石井選手、4番グリッド孫選手、5番グリッド佐野選手です。チューちゃん大丈夫ね。それではですね、よろしいですか。それでは、CRC 横浜カップクレスト、ストッククラス予選1回目第1ヒートスタートいたします。1番スター、2番スター、3番スター、4番スター、5番スター転倒さあオープニングラップ柳沢選手だ。さあ今次の周回で9秒29ベスト。さあ柳沢選手オレンジ一色のボディですね、トップ。さあストレート抜けて計測ラインを抜けます。5周目ベストラップが9秒085です。9秒085。さあ2番手に藤原選手、2番手藤原選手、3番手に石井選手、4番手に佐野選手、降りてきちゃいましたね。コース上3台です。コース上3台、トップは柳沢選手です。トップは柳沢選手、最終ラップが9秒1です。9秒1。さあ次の周回も9秒1338周目に入っています。トップは8周目です。さあ間もなくそうですね、バックマーク車に捕まります。さあ柳沢選手早いぞ早いぞ。ここで10周目に突入。9秒080は9秒080。バックマーク車をパスして前方クリアの状態、トップ柳沢選手ベストラップ9秒080。もう2位との、もう全車ラップしています、全車ラップしています。さあ2番手には石井選手です。2番手には石井選手、3番手に藤原選手、その差コンマ5秒です。コンマ5秒、2番手争い。さあトップの柳沢選手は13周目ですね。さあ柳沢選手ミニッツカップで2連覇を果たしています。このストッククラスでも存在感醸し出しています。トップの柳沢選手16周目。さあ2番手争いがここで藤原選手が2番手上がりましたね。その差コンマ2秒です。コンマ2秒。さあ藤原選手が逃げてます、逃げてます。18周目に入っています。ちょっとミスがあったが、まあ、もう、ちょっと柳沢選手、車の動きが大丈夫か。大丈夫ですね。トップは20周目です。トップは20周目、3分経過、3分経過。さあ、オレンジ一色のボディ、柳沢選手がトップ快走中。最終ラップで9秒2。さあ、次のラップではどうか。9秒25、ファイナルアップで9秒29ですからね。9秒前半ペースで走ります。トップの柳沢選手、2番手の藤原選手は9秒5、9秒中盤ペースで走りますね。3番手の石井選手が9秒8。しかしと2番手との差はコンマ2秒、今の周回はコンマ2秒ですね。さあ柳沢選手がまたしてもバックマーク車に近づこうとしていますね。さあ間もなく4分になります、間もなく4分になります。さあ中間タイムです、中間タイムです。トップは26周目です、26周目です。
4分です。ここで4分です。さあトップはまもなくバックマークさんに近づいています。ありがとうございます。さあ柳沢選手は26周の1秒です。26周の1秒。さあトップ柳沢選手28周目。さあ2番手に藤原選手、3番手に石井選手。さあ柳沢選手は前方パスして前方クリア、前方クリアです。4分30秒。さあ柳沢選手トップもう安泰、30周目に突入しています。2番手に石井選手です。2番手に石井選手、3番手に藤原選手ですね。2番手争いも熾烈です。コンマ7秒差です。コンマ7秒差、ちょっとミスがあれば順位が入れ替わる形。その隙柳沢選手が逃げます。32周目。さあ次のラップ33周目。5分経過。さあ石井選手と藤原選手の差は2秒近くに広がっている。さあここで後半戦に入ろうとしています。後半戦に入ろうとしている。集中力、車のグリップ問われる形になって入ってきた。トップの柳沢選手はここで36周目に入りましたね。9秒前半変わらずペースで走っています。ちょっとずつ落ちていくんですが9秒前半ペースで走っていますね。今ので、ね、9秒4です。今ので、ね、9秒4。前のラップで9秒3です。さあトップの柳沢選手38周目。2番手に石井選手、3番手には藤原選手、その36周目入ってます。2番手争い。柳沢選手が39周目。6分経過。トップは40周目に突入。さあ2番手石井選手、3番手藤原選手も 3.4 秒に広がってきています。ここで2番手争いの決着か。トップは柳沢選手40周目、ここで42周目。だいぶラップが落ち込んできたか。9秒中盤に落ちているトップ柳沢選手。今ので9秒4にちょっと戻す。トップは43周目。ここで計測ライン抜けて44周目に突入。さあ柳沢選手まもなくバックマーシャに近づこうとしています。オレンジ一色のボディがトップ。7分経過。さあトップ柳沢選手が46周目。藤原選手の後ろにつこうとしていますね。さあここで避けたいのはバックマークの処理。残り40秒。トップは48周目。さあ今ので9秒6です。さあバックマーク者をパスしたんですが、まあ、ちょっとよけたか。9秒7。トップは49周目です。トップは49周目。ありがとうございます。ここでトップは50周目です。トップは50周目。さあ2番手石井選手、3番手は藤原選手。まもなくアップになります。さあ柳沢選手は50周目に突入です。ここで8分です。柳沢選手ゴール、藤原選手ゴール、石井選手ゴール、前者ゴールになります。さあトップは柳沢選手51周の2秒です。石井選手が49周の3秒、藤原選手が48周の1秒です。ドライバー車の方、コースマーシャルお願いします。続きましてストッククラス第2ヒートの方、準備ができた方からコースインお願いします。
コースマーシャルは先ほど走られた方はストッククラスの1シードです。1番グリッド瀬戸選手、2番グリッド富塚選手、3番グリッド有川選手、4番グリッド真島選手、5番グリッド木村選手です。大丈夫ですか？これ無理だよ。3番減らすね。1番グリッド瀬戸選手、2番グリッド富塚選手、3番グリッド有川選手、4番グリッド真島選手、5番グリッド木村選手です。大丈夫ですね。コースマーシャルは大丈夫かな。それではですね、 CRC 横浜カップストッククラス予選1回目第2ヒートスタートいたします。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート、5番スタート、トンダーの割り当てをします。お待ちください。割り当て終了しました。トップは瀬戸選手、トップは瀬戸選手、2番手富塚選手、3番手有川選手、4番手真島選手、5番手木村選手ですね。さあトップは瀬戸選手、おなじみのカラーリングです。5周目、2番手の富塚選手、ピンク一色のボディ、その差 2.5 秒差、 2.5 秒差、その100分の6秒差、100分の6秒差に有川選手ですね。3番手、さあここで有川選手が2番手に浮上。さあ2番手争いが熾烈だぞ。有川選手と富塚選手、さあトップの瀬戸選手が間もなく真島選手後ろですね。ここで瀬戸選手9周目、さあ2番手有川選手、3番手富塚選手、4番手真島選手、5番手木村選手。さあ瀬戸選手は 10周目ですね。さあトップは余裕と逃げています。ベストラップはただ1人8秒814。さあその瀬戸選手、まもなく富塚選手の後ろにつこうとしています。2番手には有川選手です。2番手は有川選手、さあ有川選手が通過します。 4.5 秒差、おっとここで接触。3番手には富塚選手、3番手には富塚選手、さあ有川選手と富塚選手のさコンマ2秒です。コンマ2秒、2番手争い、4番手に 2.2 秒後方松島選手です。 2.2 秒後方、2番手グループから 2.2 秒後方松島選手ですね。さあ有川選手と富塚選手がコンマ1秒と言って隙に富ちゃんミス。さあ有川選手と富塚選手の2番手争い、さあ今の周回で有川選手が返り咲きですね。前の周回では富塚選手が2番手でしたね。さあ瀬戸選手がその隙に逃げています。18周目、バックマーク車を難なくパスして前方をクリアの状態、瀬戸選手逃げます。19周目、さあ2番手に有川選手、3番手に富塚選手、さあ先ほどまで2番手争い急接近だったんですが、ここで3秒を広げています。2番手有川選手、しかしそれ以上のペースを走っているのが瀬戸選手ですね。8秒後半、8秒9から9秒0のペースで走ってます。トップの瀬戸選手、
ただ一人8秒814の驚異的なタイムだ。さあ3分20秒過ぎてます。3分20秒過ぎています。さあ2番手の有川選手ベストラップが9秒099です。今の周回で9秒099です。すいません、富塚選手が9秒120、松島選手が9秒22、木村選手が9秒688ですね。さあ瀬戸選手バックマークションパス。さあここで松島選手をパスします。今1台スタックします。1台スタックしています。さあコースのフェンスがちょっと動きます。修正も入ります。ここで4分になります。ここで4分になります。おっと富塚選手ヒット。瀬戸選手は27周目ですね。さあ2トップ瀬戸選手27周の6秒。さあ2番手有川選手、3番手富塚選手、4番手松島選手、5番手木村選手。ここで3番手に松島選手が上がってきています。3番手に松島選手が上がってきている。白とグリーンのボディです。白とグリーンのボディが3番手に浮上しています。しかし富塚選手の差コンマ4秒です。コンマ4秒3番手争い。さあ白熱した3番手争いの最中瀬戸選手は逃げています。 CRC バナー KO コーナー、トリオン試験外周入って計測が横のコーナー、33周目に入っています。瀬戸選手もう全車ラップしている状況で瀬戸選手は逃げています。2番手に有川選手、3番手に松島選手、4番手に富塚選手、5番手に木村選手。5分過ぎています。おっと富塚選手が3番手に返り咲きです。3番手に返り咲き。しかしその収穫、そのラップ差がコンマ6秒です。コンマ6秒。さあ富塚選手も気が抜けない状況だ。さあ瀬戸選手が何なのバックマーク車をパスして前方クリアの状態。瀬戸選手が逃げます。さあ2番手有川選手バックマーク車をパスして試験をバーナー慶応コーナー外周入って計測ラインを抜けます。2番手トップの瀬戸選手は39周目に入っています。ここで40周目有川選手39周目。さあ3番手富塚選手か松島選手との差が 1.9 秒に広がっている。富塚選手と松島選手は同一周回です。3番手争いをしています。今の周回2秒差で広がってきています。広がってきています。6分30秒になります。トップは瀬戸選手、2番手有川選手、3番手に富塚選手、4番手に松島選手、5番手木村選手。おっと瀬戸選手目の前でスピン。さあグリップがきつくなってきてきたのか。瀬戸選手ちょっとディアのスライドが目立ってきたか。45周目、9秒中盤まで押していきます。瀬戸選手のペース、7分経過。さあ瀬戸選手47周目。さあ瀬戸選手トップ争いに加わるでしょう。さあどこに来るか。瀬戸選手48周目、瀬戸選手49周目、残り30秒。さあ瀬戸選手バックマーク者はいない状況、タイムが詰められるか。さあ富塚選手がちょっとヒットしているからか、その後ろに瀬戸選手が来ます。残り20秒。2番手有川選手49周目、富塚選手48周目、松島選手が47周目、木村選手が46周目です。間もなくアップになります。おっと富チャンスパー舐めた。さあその隙に瀬戸選手が52周目突入している。8分経過。瀬戸選手ゴール、松島選手、有川選手ゴール、富塚選手、木村選手ゴール、全車ゴールになります。
瀬戸選手が52周の2秒やっぱり有川選手が51周の2秒、富塚選手が49周の5秒、増島選手が48周の0秒、木村選手が47周の1秒ですね。タライマンシャラダからコースマーシャルお願いします。タライマンシャラダからコースマーシャルお願いします。続きまして、ボディファイドクラス、なんで第1ヒントの方、準備ができた方がコースお願いします。幅、この幅が、あとこのタイヤをつけるためにこっちの方がいいかな、うん、まあ流動できるかもしれないですね。うまくいけ、うん、さあこのヒントでは秋山選手ですね、チーム4本秋山選手がいますね。国友選手はいませんので、コース5台になります。コース5台になります。4番グリッド、河口選手、5番グリッド、八幡選手、よろしいですね、大丈夫ですね。1番グリッド、平子選手、2番グリッド、秋山選手、3番グリッド、松島選手、4番グリッド、河口選手、5番グリッド、八幡選手ですね、大丈夫ですね。コースマーシャルは先ほど話されたストッククラス第2ヒートの方です。お願いします。試合走ってくれ、黄色一色のボディどなたでしょうか。ちょっと前に出すぎですね、多分計測ライン抜けてますね。1番グリッド平子選手、2番グリッド秋山選手、3番グリッド松島選手、4番グリッド小石選手、5番グリッド八幡選手です。大丈夫ですね。それでは CRC 横浜カップクレストモディファイドクラス予選1回目第1ヒートスタートいたします。1番スター、2番スター、3番スター、4番スター、5番スター、ポンダーの割り当てをします。お待ちください。すいません、ポンダの割り当てを一周です。すいません、今ポンダの割り当てをしています。すいません。すみません、レースは進行しています。レースは進行しています。
お待たせしました。トップは八幡選手、トップは八幡選手、2番手に秋山選手です。その差はコンマ6秒です。コンマ6秒、コンマ4秒後方に小口選手が3番手、4番手に松島選手、5番手に平子選手です。さあトップ秋山選手が22周目、小口選手も22周目。さあ秋山選手はこの周回でトップに立ってます。トップに立ってます。2番手に小口選手、3番手に八幡選手ですね。3番手に八幡選手交代ですね。さあ4番手に松島選手、5番手平子選手です。さあトップの秋山選手が、はい、現在トップ2コース秋山直樹。さあベストラップの方も練習のタイムを更新しておりますね。8秒62まで上げております。8秒62のベストラップ、ベストラップもこの秋山直樹が取っている。2番手小口選手8秒96、さあ食らいついていく。トップにコンマ7秒差。3番手矢端選手、こちらも8秒98、松島選手も8秒9、平子選手も8秒8まで上げてきております。さあ続々路面が上がってきていると思います。タイム皆さん自己ベスト更新中。平子選手は初めての8秒台がいきなりもう8秒8まで来ている。さあトップチーム横の秋山直樹、本日初の12のレース。さあどこまでできるか。さあチーム員が見守る中、トップ秋山直樹白一色の森、その後ろから行くのが一発が十分ある松島大吹郎、今ストレートその後ろ。さあ直樹現在トップ白一色の森、今ストレート立ち上がってきました。前方クリア、前方クリア。さあ残り時間3分を切った。さあトップ直樹、2番手小口選手食らいついていく。コンマ7秒差。さあトップのマシンストレートエンド、かなりもう車が浮き気味で入ってきます。さあ中学校2年生若手ドライバー、さあ今日も小学生1人、中学生が3人来ておりますね。中学生3人、そしてまだかろうじて高校生が2人と若手が多いです。さあ10代が今日も多くなっているレース。さあモデファイドクラス、いきなり10代が現在トップを走っている。 A 面に何台10代が残る、そして何台親父たちが頑張れるかになっておりますが、まずはこの第1位とトップを走っているのが、さあ若干14歳でしょうかね、直樹くん。ちょっとリアルグリップが厳しくなってきた。ここら辺がやはり12の難しいところ、タイヤコントロールが必要です。タイヤコントロールが必要になってきます。前半使いすぎるとリアのグリップが完全になくなります。ちょっと使いすぎたか。ストレートだけゆっくり走ればまかないよ。ストレートゆっくりやってれば。トップ直樹、2番手小口選手。さあ小口選手がほとんどミスがないので、その差をまた詰めてきました。さあ直樹も広げるとちょっとミスちゃうのでね、ここは残り時間1分慎重にいきたい。47周目に突入。トップ直樹、さあ今チーム横も前を通過、チーム横もコーナーを通過。はい、チーム横もコーナーさあ直樹の走りをじっくり見守る北川直也。さあ7分30秒。さあ今年の全日本もね、一応直樹君は出ることになっているようですのでね、初レース頑張ってほしい。そして小口選手、親父のパワーを見せてほしい。食らいついていく。しかしその差が 2.8 秒と広がった。残り時間が10秒。
さあトップ直樹が今52周目に突入。おーっと大きく当てた平子さんですね今、今コースそこ壊れたことないのであとで2万5000円請求です。はい、大時計8分、直樹ゴール、高口さんゴール、山瀬さんゴール、平子さんゴール、残りは松島選手、前者ゴール、トップゴール秋山直樹、52周の00秒、52周00秒まで来ました。高口選手2周の2秒。さあモデファイドクラス第2ヒートに行きます。モデファイドクラス第2ヒートです。出場選手は、岡山さん、富ちゃん、カバちゃん、カズくん、斉藤さん、山さんいますね。コースマーシャル入ってください。コースマーシャル第2ヒート、あまりにもめくりがひどい人は自主的にやめてもらえると非常に助かります。他の選手の、ね、迷惑になることがありますので注意してください。それではスタート順、1コース岡山、2コース富塚、3コース川沢、4コース塩原、5コース斉藤、6コース山口でいきます。オープンクラ、モデファイドクラスで第2ヒート第1ラウンドスタート5秒前。1コース2コース3コース4コース、5コース、6コース全車計測を開始。川澤選手通過、斉藤選手も通過。あーっとめくれた1台、さあまずは斉藤隆重選手がレースを引っ張っているようですが、ベストラップ取っているのはやはりこの男、樺沢選手、ベストラップだけは取ります、この男。だいぶめくれちゃってる車が出てきております。特にピンクのマシン注意です。ピンクのマシンには要注意ですよ。あれは飛びつかうものでしょうか。めくれまくっておりますが、あーっとこのカズ君のもうストレートインが走れない状態。さあ昨日、ひどい、昨日と同様この時間帯非常にグリップが高くなっておりますので皆さん注意してください。非常にグリップが高くなっております。見ての通り路面もまた、夕方になると落ち着くんですが完全に黒くなってきております。さあこの後走る人は十分注意してください。ちなみにタイヤ薄くないと厳しいと思います。薄くしてもこの状況だとタイヤがほとんど減らなくなりますのでね。今 F1 とスローボディかな、前のグリップ材と比べるともう3分の1くらいしか減りませんので。トップなんと樺沢選手、3番手樺沢、3コースの樺沢選手トップ、8秒台コンスタントに走行中。
この男トップまで続くのか、この1位が2番手岡山、2番手岡山、3番手に、いや2番手に山さん浮上、2番手に山さん浮上、3番手が、いや斉藤選手に2番手に浮上、入れ替わっていきます。今度は斉藤選手に2番手に浮上。さあベストラップ取っているのは樺沢選手。トップ樺沢選手が一度見せると止まらないぞ、これは。ここで一旦深呼吸して、さあここでトップ入れ替わったと、ああやはり予想通り止まらなくなってきた。トップから一気に4番手に交代、トップ樺沢選手でした。そして依然こけまくっているのがピンクの富塚号。さあこの周回トップどうだ、21周、山さんがトップに浮上、山口正史選手がトップに浮上。練習では苦しんでいましたが、もう8秒8まで来ている山さん。さあここはチーム員同士の戦いか。岡山選手が2番手、岡山選手が現在2番手、山さんが通過で順位が出てくる。依然山さんトップ、コンマ8秒差。すぐ岡山さんが通過するのでその差が分かりづらいんですが、今25周に続々入っていく。依然山さんトップ、コンマ8秒差。ピンクのマシンはひどい。2周に1回飛んでおります。さあ27周終えてどうだ、この周回まだ山さんトップ 1.5 秒差。忙しいな。さあカズ君の車もだいぶ落ち着いてきたかな。あ、タイヤ交換しましたね。落ち着きました。レース中にタイヤ交換、うちのレースはありですからね。トップ依然山口正史選手、温度計は間もなく5分。2番手岡山選手、コンマ7秒差、コンマ7秒差。一応予選第2ラウンドは11時ジャストにスタート予定ですので、エコマンの方準備しておいてください。11時ジャストから第2ラウンドいきます。準備お願いします。5分30秒になります。トップ山口正史選手、今操縦台した。そしてストレート、今コントラインを通過。しかし岡山、ここでコンマ5秒差まで詰めてきた。さあ岡山がコンマ5秒差に詰めてくる。さあトップ2台モルテック切磋琢磨のマシン、山さんがと、まあピンクのボディはいいとしてですね、ピンクはもうほっときましょう。ピンクは、2周に1度転んでおります。ただ幸いにも誰ともまだかひどい。ピンク気をつけてね、ピンク。残り2分、残り2分、トップ岡山、トップ岡山。さあ2番手に浮上、樺沢選手2番手戻ってきました。2番手まで戻ってきた。3番手山さん、斉藤隆重選手、富塚選手、和人ちゃん。ベストラップは富塚選手以外は全車8秒台、富ちゃんが9秒00。いやーピンクひどい、ピンクはひどい。まもなく7分になります。まもなく7分ほどけ。おっと斉藤隆重選手大丈夫か。さあ残り時間1分、残り時間1分。
残り30秒切ります。トップ岡山選手、50周目に突入、岡山選手。さあフロントホワイト、後方ピンクのマシン、今コントロールラインを通過したマシン、岡山選手、51周目に突入、51周目に突入、あまり気をつけた。さあちょっと不運な事故に巻き込まれた岡山選手、マシンの方は大丈夫か。さあ52周に突入、大時計ここで8分、大時計ここで8分、岡山選手ゴール、岡山選手ゴール、川様ゴール、斉藤さんゴール、富ちゃんゴール、残りは山さん、そしてカズくん、カズくんゴール、山さんはまだゴール、まだレース中です。はい、全車ゴール、トップゴール岡山選手、52周の8分4秒、52周8分4秒。さあだんだん面白くなってきましたよ、グリップも上がって、第3ヒート、さあこのヒート小野田選手こと加納豊、平井克明、一ノ瀬、石川と後半リアが苦しく、すでに予選第1ラウンドが終わった選手がいるようです。すでに予選第1ラウンドが終わった人がいるようですが、モーターを詰めて直せるか直せないか、モーターを詰めてみよう、ビビリックすぐ詰めて詰めて、ちょっとディレイしちゃうんですけど平井さん。さあクレスト、タイガー、平井、いきなりのこのメンバーは結構濃いキャラの人がいます。操縦台で吠えないようにお願いします。いや操縦台で吠えるのはやめてください、お願いします。神奈川県在住石川選手がですね、たまに操縦台で吠えますのでね、全日本だとね退場になりますので、隣の隣に可愛い誠さんがいるので、行けるとこまで行っちゃおう、行けるとこまで行っちゃおう、行きます。スタート順が1コース小野田さん、2コース誠ちゃん、3コース加納さん、4コースタイガー、5コース一ノ瀬、6コース哲二、いきます。モディファイドクラス第3ヒート第1ラウンドスタート、5秒前、1コース2コース3コース4コース5コース6コース、これは持って2周だな、頑張って2周だろ、はい、あ、1周、あ、持たなかった。さあ平井選手、第2ラウンドに期待です。1周目から8秒台で戻ってきたのは石川哲司、1周目から8秒台でした。もうめくれてるマシン、一ノ瀬選手か、昨日からもそうなんですが、一番こけやすいのがストレートエンドです。ここもかなりのクリップです。ここは困ったことにライン外すと全くいませんが、さあ5周終えてトップ3コース加納豊、加納豊8秒76、2番手、さあ来ました、大野田選手2番手、8秒92といったところで順位がどんどん変わってくる。さあベストラップを取った大野田選手、1コースベストラップを取った8秒64、
8秒6本でベストラップを取った。さあ小野田選手が道を譲ってもらって今前に出ますが、加納選手が飛ばしていきます。トップは加納選手、オレンジ色のボディ、ストレート起点打ち、気をつけてください。トップゲーマー出てきた。最新ラップも8秒7で走行、じわりじわり差を広げる加納豊がトップ。2番手小野田。さあトップ CRC、 2番手が横も R12 になっております。さあまさに CRC 横もカップといったところか。そして木下誠はもちろんヒロファクトリー新型の12分の1、8秒84のベストラップ。一ノ瀬選手8秒72のベスト、現在5番手走行中。さあトップ加納豊、2番手小野田、この2人常にずっと8秒台で走行中。じゃあじわりじわりでも引き離す3コース、加納豊非常にタイムが安定しております。ストレートで作るマシン。さあこれはなかなかのタイムでこのままとゴールしそう。4分乗り返したタイムがちょっと気になってきました。今ストレート出てきます。木下誠ちゃんの後ろから来るのがトップ、誠ちゃんの後ろから近づいてくるのがトップ。ただベストラップはほとんど変わりません。はいトップが来る、はいありがとう。さあ綺麗なレース。さあ木下誠選手は昨年度の全日本ストック選手権準優勝の選手ですよね。さあ今回モデモへのファイナリストももちろんいるんですが、ストックの方ではなんと昨年度の、ストック選手権表彰台に乗った3名とも今日レースにいます。表彰台に乗った3名がレースに出ております。3名足しても、僕の年に行かないと言われている中学生、中学生、小学生というすごいストック表彰台独占した3人が今日レースに出ております。そのうちの1人木下誠君ここに出てきております。今3番手まで浮上。さあトップは加納豊、ベストラップもちょっとずつ上げてきました。8秒61まで上げてきた。そして2番手小野田選手、しかしその差じわり広げられていく。何気に木下誠2番手に近づいてきた。さあしかし小野田選手も8秒64まで上げてきております。さあ2番手争い、小野田選手の後ろ1秒後方に誠選手が近づいてきた。さあやっと慣れてきたか、車の動き非常に良くなってきました。さあマシンはヒロファクトリー、そして今回 CRC 横もカップということでホイールは CRC のホイールをつけております。まもなく5分経過、まもなく5分経過になります。さあ加納豊4分のタイムを忘れてしまいましたが非常にいいペースで走っております。はいトップ今、はい、これで前方クリア。トップ今ストレート走行中、オレンジ色のボディ。さあずっと8秒台で走行、どこまで周回を伸ばしてくるか。トップ今ストレート、トップ今コントロールライン通過、最新ラップ8秒7、全くタイム落ちない。さあマシン CRC XTI、さあ2番手どうだ、2番手に上がってきた2コース、木下誠2番手まで浮上。ベストもここに来て更新、8秒70。さあ中盤からベストラップを更新中、木下誠オレンジ一色のボディ、こちら2番手。3番手石川哲司、また順位戻してくる白一色のボディ。今ミッツセクションに入っていったマシン、こちら3番手石川哲司。小野田選手が順位を落とす、おっとトップのマシンストレート出口で。さあ2番手の大きな差をつけていたのでトップ、あわやほうトップで戻ってくると思うんですが、約6秒のロス、
6秒のロス、ゴールがどのくらいになるか。6分30秒経過、6分30秒。さあ2番手オレンジ色の釜上坂の後ろ、はい、ありがとうございます。トップがその前に行く。トップ1コーナーを通過、その後ろを走っているのが2番手木下誠。ちょっと前半タイヤを使いすぎたのか。さあモディファイはタイヤコントロールがかなり重要になってきますが、中盤まで非常に良かったんですが、ここに来てリアのグリップが抜けている。完全に抜けた。タイヤがもしかしたら剥がれたか。ここは厳しい、我慢の走りで完走してもらいたい木下誠。トップ金上坂、47周目から8周に突入。トップ金上坂48周目を走行中。残り時間40秒、残り40秒。トップこれで49周。2番手木下誠48周。もう我慢、誠ちゃん我慢の走りだよ。ここは若干14歳ドライバー。おー、かなりきつい。さあそれでもやっぱり完走するっていうのが大事だからね。もう握ったら無理なんだから、もう丁寧に行こう、丁寧に。残り15秒、狩野豊が今52周目を走行中です。はい、これで53周に突入です。まもなく8分、ここで8分。3コースゴール、3コースゴール、2コースゴール、2コースゴール、1コースゴール、6コースゴール、残るは5コース、残るは5コース、前者ゴール、トップ、加納豊、53周の8分1秒、53周8分1秒、2番手、最後の最後、木下誠をかわし、一ノ瀬選手が2番手、52周の8秒、お、さらには小野田選手も誠。そうか、誠選手が最後ずるずる落ちましたね。5番手まで落ちてますね。さあ来ました、昨日の練習でトップ10圏内の練習タイムで出している選手が出てきます。最終1つ前、さらには最終ヒートと、こっからはさあチームドライバーも出てきます。ここにはチー横、チーム CRC ドライバー1名ずつベテラン組が出てきます。このヒートベテランが多いです。なんといってもクレスト12分の1総監督堀正弘、全日本チャンプ経験者、先月 B メインに落ちた男です。上げて上げて落とします。全日本チャンプですが、先月クレストでは A メイン残れずという悔しい結果、それをここにぶつけてきます。そして今年チーム CRC 入りした遠藤和樹、昨日の午前中までは抜群、午後から斜めに下がっていった。しかしここはもうカリスマの気合で走ると思います。そしてもちろん R12 開発者でもあります北川直也、お客さんの邪魔にならないように走ってください。お客さん優先ですよ、北川さん。分かってますね、分かってますね。もうかつってもダメなんだから。スタート順言います。1コース遠藤和樹、2コース堀正弘、3コース北川直也、4コース岸田、5コースは地元堀越優也、6コースも地元柳井美希さん。誰が A 名に残ってもおかしくない6名が出てきます。大事な予選第1ラウンドに行きます。コース回しは OK ですね。スタート5秒前、1コース2コース3コース4コース5コース6コース。さあ全車計測開始。まず1周目遠藤君9秒フラット、1周目は堀越優也がトップに戻ってきたもよう。2番手遠藤和樹、さあ1回目は誰もがねやはりそこそこのタイムでゴールしたいと思います。完走が一番大事な予選第1ラウンド、ここでそこそこのタイムを残せば2回目以降アタックできる。
さあ8秒台に入れてきた。まず遠藤和樹一発目入れてきたと思ったら、前者もちろん8秒台、もう8秒は当然です。この路面状況を考えればどこまで上げてくるか。4周を終えて1コース遠藤和樹トップ。やはりここでトップゴールするのがある意味最低条件になってきます。この後ろに子供たちを含む速いのが6人出てきますので、そこが全部速いと思うとここから2名しか上がれないことですよね。さらにその前のヒートの加納選手も54周しそうなペースだったので、さあさすがカリスマ遠藤和樹と思ったら、もうちょっと分かんない、すごい差だよね順位はあんまり言いません。なんかね、画面上の差がね、全部こう1、やばい、トップからビリまでコンマ8秒、6台の差がコンマ8秒、順位はもう言っても意味がないです勝手にやってください。ベストラップ一番速いの堀越優也、もうここは我慢大会ですね。もう皆さん知ってると思います、クリーンなレースお願いしますね、譲り合いとね。あートップ優也、でもまあ、うわーっと連続痛い、これは痛い。13勝でどうなるか。柳井右下トップ、2番手遠藤和樹、面白い。ベストラップ一番速いのが堀越優也、その次に速いのが遠藤和樹、その次に速いのが柳井右下といっても、ベストラップもほとんど差がないと思っていいです。もうミスしたもん負けです、ミスしたもん負けです。ただ後ろから、ね、来たら、近づいたなと思ったら道開けてくださいね、お願いします17周終えて全員通過しないと順位が分かんないんですが、柳井美希沙トップ、遠藤和樹2番手。さあその遠藤和樹は北田選手の後ろ、あー危ない、バーシャー急いで、ゆずりタイミングちょっと遅れたら急いで、まだいける、まだいける、2台ともマシンは問題ですね、しょうがない、譲ろうとしたんですがちょっとタイミングがずれた。順位は譲るタイミングちょっと遅れるとね、ありますので、いやーすごいことになってる。柳井美希沙トップ、柳井美希沙もベストアップ8秒61、遠藤和樹8秒64、やばい、白いマシンは柳井美希沙か、もうすでに1コーナー怪しくなってきた。来たシニア堀正樹を2番手に浮上、堀正樹が来た、地元の意地、その後ろ遠藤和樹、まもなく4分です、まもなく4分です。うまいですね、みんなうまい。さあトップは柳井美希沙ですが、ちょっと岸田さんが遅れてるので遠藤君までがほぼ差がないと思っていいです。今柳井、堀越、遠藤、この4台がトップ争いをしております。前車8秒台でずっと走行、かろうじて柳井美希沙トップ守っていますが、いよいよ来ちゃったね、堀さんと遠藤君が、堀さんと遠藤君が柳井前にちょっとずつ近づいてきたね。これ堀さんがちょっといい感じになってきたんじゃないかな。トップまでコンマ4秒です。遠藤君がそれから1秒、1位から3位までの差となっております。あ
ああ、こぼれてる。ダメです。回収してください。さあ、5分40秒から間もなくロップになる。ここで遠藤和樹、最速ラップをマーク。この時間で来た。堀さんの後ろに近づく、まあ、感覚を見ながらレース進めてください。遠藤和樹、ここで53まで来た。本日の最速ラップ8秒53。いやー、ちょっとずつトップに近づいてくる3台、3台の争い。ただ遠藤君、昨日も8分の練習がまだできていないので、さあ、もう久々の12分の1のレースですからね。ここはやはりこのカリスマをなんとか実力を見せてほしい。そして8分には一番慣れてる男、全日本チャンプ堀正弘、車は非常にいいです。やれ、エレキスタがどうだ。あーっと、堀正弘ここで入れ替わりトップ。残り1分15秒さあ、ということは遠藤君も堀さんの後ろずっとこの感覚で来ているので、柳井幹久の後ろまで来るか。柳井幹久、ここに一つでも順位大事です。 A 面争いとして最低でも2位が欲しいんです、この中では。さあ、どうだ柳井幹久。まだ2番手、まだ2番手。残り時間50秒。さあ、堀さんの後ろ遠藤君大きく近づいた。さあ、どうだ堀選手、ペースが上がらない、厳しい。遠藤君もちょっとかもう我慢なしになっているか。残り時間から考えてちょっと難しいか。残り30秒、残り30秒。